7月7日は特撮の神様と言われた円谷英二が誕生した日です。円谷英二は明治34年7月7日に福島県で生まれました。本名は栄一。幼い頃からの夢だった飛行機乗りを目指して日本飛行学校に入学しますが、墜落事故の影響で学校が閉鎖され進路変更を迫られます。18歳の頃、偶然知り合った映画関係者との縁でカメラマン助手となり、映画の仕事に携わり始めた円谷は、1933年公開のアメリカ映画キングコングを見て大きな衝撃を受けます。すぐに当時希少だったキングコングのフィルムを取り寄せ、地道に分析研究していった円谷は、ミニチュア撮影などの新しい特撮技術を駆使し、東宝撮影所の航空映画などに貢献。戦時中公開されたハワイ・マレー沖海戦では記録映画と誤解されるほど戦争シーンをリアルに再現し、日本一の特撮技師として海外にまでその名を知られるようになっていきます。戦時中、戦意高揚のための映画制作に携わっていたという理由で、戦後は飽食追放の憂き目に遭いましたが、51歳の頃ようやく飽食追放も解け、本格的に映画の仕事に取り組み始めた円谷は、キングコングに負けない作品を作るという若い頃からの目標に挑戦し続け、ついに大ヒット作ゴジラを生み出します。公開されるや否や大ヒットを記録したゴジラは、日本だけでなく海外でも評判となり、現在にまで続く人気作となりました。映画全盛の時代が終わりを迎え、テレビの時代が訪れ始めると、円谷は新たに映像制作会社を創設。これが後に円谷プロダクションとなり、テレビ特撮の基礎を築く役割を果たし、テレビ放映された第1回制作作品ウルトラ Q は大評判となって、日本中に怪獣旋風を巻き起こしています。続いて、シリーズ化を狙って作られた怪獣対巨大ヒーローの戦いを描いたウルトラマンやウルトラセブンも大ヒットを記録。特撮の第一人者である円谷は、いつしか特撮の神様と称されるようになりました。その後も新たな映像制作の企画を手掛け、精力的な活動を続けた円谷でしたが、次第に体調を崩すようになり、昭和45年1月25日、療養先の伊豆にて68歳で病死しています。ちなみに、円谷の死後もその特撮にかける情熱は受け継がれ、最近でもエヴァンゲリオンで知られる庵野秀明監督らによって、新ゴジラや新ウルトラマンが公開されているでござる。